ガレアッツォ・マリアス・フォルツァは、ミラノ公。フランチェスコス・フォルツァとビアンカ・マリア・ビスコンティの、長男として、フェルモで生まれた。残忍な死生者として知られ、後三人の貴族によりミラノのサント・ステファの、教会内で暗殺された。最初の妻、ドロテア・ゴンザーガとは結婚して、すぐに死別したため、ボナディサ・サボイアと再婚。ジャン・ガレアッツォ、ビアンカ・マリア、アンナ・マリアらが生まれた。 他に書士としてカテリーナらがいた。彼は音楽のパトロンとして知られた。彼は多くのフランドル学派やフランス系の歌手、作曲家を宮廷に招き、ミサ曲やモテットを作曲させた。彼の宮廷に招聘されたので、知られるのはアレクサンダー・アグリコラ、ヨハネス・マルティーニ、ロイゼ・コンペール、ガスパール・ファン・ベールベケである。ガレアッツの殺害後、この音楽家たちは、 ミラノを去り、エステケに招かれたため、フェラーラが、新しい音楽の中心地となった。ガレアッツォマリンアスフォルツァ発行した、テストーネ・ギンカ。1470年代。2番目の妻ボナ・デギサボイアとの間に4人の着出子を設けた。ルクレーツやランドリアーニとの書士。ありがとうございます。